ご視聴ありがとうございます。これよりお送りいたします作品は、野村古道作ゼニガタ平治鳥物控えより浮世絵の女この作品は、昭和23年、1948年、小説の泉9月号に掲載されたものです。それでは、本文をどうぞ。 第一章親分聞いたでしょうガラッパチの八五郎は鉄砲玉のように飛び込んでくると甲子戸と鉢合わせをして二つ三つりリりリいをしてパーッと狭い土間へ長い顎を突き出すのです。聞いたよ今鳴ったのは上野の五つだどんなに腹が減っていてもまだ昼飯は早い。そのくせ平治は

札差し仲間でも聞こえた家柄で有り余る心象を要しながら当主の丹右衛門は女道楽から書画道楽不審道楽要求から雑敗小唄三味線の諸芸に至るまであらゆる道楽に凝って家業が面倒くさくなり札差しの株から店まで実定の丹三郎に譲って自分は向島の白ひげに 金に明かした高層な寮を営み2人の妾と共に引きこもって花鳥風月を友としていることは当時の江戸に隠れもない事実だったのですそれを取り巻くのは味噌すり徘徊しに野台へ描き貧乏御家人といった顔ぶれでそんな手合いを呼び集め総勢23人昨夜の後の月すなわち 9月13夜の月見の縁を白ひげの漁に催したのでしたわしがその月見に呼ばれていったんで八五郎のガラッパチは顔をなでます大喜屋の取り巻きの中へおめえが1名入ったというのかえ大みそれましたがおめえもやっぱりその17文字のド,ドイツのせがれみてえなのを用いるのかえ平次は酸っぱい顔をするのです札付きの道楽者 内通で金持ちで日本一の分け知りと言われている大木屋丹衛門の取り巻きみたいなことをしたのが気に入らない様子でした。たんでもねえ、あしは飲んで食うだけがゲートで。わやぶんもご存知の通り、かさけとどうらや、こればかりもあれやしません。それじゃあ、おかっぴきや手先がのこのこ出ていくのは変じゃねえか。頼まれたんですよ、やぶん。この月見は無事に済みそうもね 主人の丹右衛門はハ原だから脅かしの手紙が3本や5本来たってへとも思っちゃいねえがそばにいる奉公人の私どもが心兵でならねえともかく客の一人ということにして一晩見張ってくれるようにと荻谷の手代小平次というのがたっての頼みだそりゃおめえの知り合いでもあるのか知り合いというほどじゃありませんが 向こ何やらのおばが内職のお仕事のお得意の一人で普段から顔黒いは知ってますよ。うーん飲み放題の食い放題が気に入ったから嫌じゃあったが夕方から向こう島へ出かけて行きましたよ。気に入ったり嫌だったりおめえの話は相変わらず変だよ。そんなことはどうだって考えやいません。とにかく大したごちそうでしたよ。踊って歌ってて歌下手な徘徊をひねって まずいいを描いてお月様が顔負けのするほど騒いで縁を閉じたのは十三夜の月が中天に昇った四つ十時ごろ二十三人の客のほとんどは全部それぞれの家路を指して帰り後に残ったのは主人の丹右衛門と2人の美しい妾お民とお園とそうして気に入りの手代のお判事と。 下女のき世と庭男の康助とそして特に小平次に婚製されてその晩は泊まるつもりの八五郎とたった7人だけになった時主人丹右衛門が世にも不思議な手段で惨殺されるという大変な騒ぎが起こったのでした。 驚きましたよ、親分。手代の小判事が、寮の離れに主人が殺されていると騒ぎ出したので、杯を放り出して飛んで行ってみると、お話し中だがな、八へ<え>おめえ、その時まで杯を離さずにいたのかい。まあ、そんなことになるやすね。ああ、切れた野郎だ。それはそれとして、主人はどうした筋を運べ。 離れへ行ってみて驚きましたよ。どこの国へ行ったってあんなべラぼラな部屋があるわけやね。六人の美しい女を六葉にかき分けた恐ろしく色っぽいからかみで仕切られた八畳の部屋の入り口に投げ死にぶら下げられた主人の丹衣門は暗んのように切られて死んでいるじゃありませんか。その時刻は九つ少し前だったでしょうか。 つったっていると妙にこうシーンとした気持ちになって水を渡ってしびいてくる金龍山の9つの鐘がみじみて聞こえましたよ怪談話だなともかく医者と町役人を呼びにやったが弱男の康介しとるじゃラジが開かねえ上に向こう島じゃ何事も手っ取る早くは来てくれませんよ土地の御用聞きと一緒に美濃和の満七親分が駆けつけたのはちらじら明け 相変わらずの調子で我が物顔に書きますが一向拉ちがあかねえこいつは親分に見てもらうほかはねえと思ってむつ少し過ぎに手代のご飯事に頼んで近所の人をここへよこしましたがまだ着きませんか八五郎はきょとんとするのです向こう島からここまで五里も十里もあるわけやねえこいつはなんか訳がありそうだ行ってみようか八ありがてえ親分が乗り出したいすりするよ 銭形平治が動き出すと聞いて八五郎はすっかりうれしくなります。第2章「向島の屋敷の寮」は大川に面して道からはやや引っ込んだ素晴らしい建物でした「素晴らしい」とだけではもとよりこの寮の特質を伝えるわけにはいきませんが一言で尽くせば江戸の建築術で想像しうる一番贅沢な建物や設備を できるだけ地味に平凡に、そして貧乏くさくさへ見えるように工夫したものと言ったら、最もよくこの量の真相を伝えるでしょう。長人の贅沢と戦場が、しばしば幕府の弾圧の対象になった時代です。金があってあってしようのない長人、生活力が旺盛でどうにもならない長人たちは、好んでこのずば抜けた贅沢な生活を、 平凡で地味で貧乏臭い殻に包んで巧みにその贅沢さをアムフラージュすることになれそれを「ととかきとか言っていた時代です銭形平治と八五郎」が向こう島へ着いたのはもう四つ十字をだいぶ回った頃でした平治と長い間張り合っている御用聞きの大家分美濃和万七は古文の「 岡倉の正吉をはじめ、大勢の家の子労働を引き連れて、大喜屋の寮の内外を固め、十大寺と聞いて駆けつけてきた。日ごろ大喜屋出入りのうぞうむぞうは言うまでもなく、お蔵前から飛んできた店の者までも、席をついて一歩も家へ入れないという厳重な警戒ぶりです。おや、税人方の体操は早い耳じゃねえか。 万七は早くも平治の顔を見て嫌なことを言います。おはよう稲葉の親分。俺は来るつもりもなかったが聞くと何でも八五郎の野郎がゆ辺の月見に来ていたんだそうでなかなか寛大帰ってきたのをともかくも現場へ連れてきたってわけさ。この男の見聞きしたことからとんだ手がかりが引き出されねえもんでもあるねえと思ってね。 相変わらず仕立てに出て争いを避けるのが平治のたしなみでした。そうか、八王には大事な証人の一人だとは聞いているよ。まあ、平良がいい。万七はようやく機嫌も直して平治のために道を開けます。この魔剣気の中年男はことごとに平治に盾を突き、例外なしに平治にしてやられながら、 その勢力にも足場にも貧乏ゆるぎもさせない不思議なボス的戦闘力の持ち主だったのです寮の中の豪勢さ貧乏らしく見せた偽装の下に想像を絶する贅沢を包んだ建物や長度は銭型平時を抑え下を任せましたがそれにも増して驚いたのは主人丹衛門が死んだ離れの中の凄まじい装飾でした にやりにやり薄笑いながら美濃和の万七はその離れののを開けるのです。母屋は会既にぜいたくを凝らしたといっても間違いもなく大地の上に立っておりますがわずか十二三つ坪ほどの離れには高々とした廊下で母屋に続きながら大川から水を引いた浅い潜水の上に 矢倉を組んでで突き出しているのですもっともその離れは潜水の上に立っているとは言っても母屋と直角になっているので縁側と縁側はまつげも嫁そぼに近々と相対してものの五軒とは離れていなかったでしょう離れで手を鳴らせば下女のお清がすぐ渡り廊下を踏んで御用を聞けるようになっております離れは八条と六条の二間 死骸はその間の投げしに高々とつられて敷居から五寸も足が離れていたのですから丹エモ門は明らかに絞め殺されたことは間違いありませんがこの死体については常識的に考えてどうしても判断のつかない3つの疑問があったのです。それはくせ者当家離れを尋ねた怪しの男は主人丹エモ門を絞め殺した上何の目的で 大骨を負って投げしに釣ったかということがその一つ十五六巻もあろうと思われる丹右衛門の脂太りのした体をどんな方法で投げしに引き上げたかというのがその二つそして丹右衛門の体には四つの傷があるのですがそれは明らかに死んだ後で切ったらしく大した血も出ていないのですが下死人は一体何の恨みがあった すでに考察された死体へ四か所の傷をつけたかというのが疑問の第三になります。そんなことはまだまだ序の口だ。隣の部屋へ行ってみるがいい。えに型の親分も肝をつぶすから。ミノワの満七は剣死を待っている主人タンゲモンの死骸を念入りに調べている平治にこう言うのでした。肝はつぶし慣れているが、 おらはもう少しこの姿勢を見ておきて、平次は落ち着き払って死骸の前に座り込んでしまいました。